ということで、えー、今回紹介するのはですね、SH モンスターアーツよりゴジラウルティマーですね、えー、プレミアムバンダイ限定で発売されました。まあ、とにかくね、めちゃくちゃ大きい箱で家に届きました。えー、ゴジラシングラーポイントに登場するゴジラのですね、モンスターアーツになります。アニメ放送時に即日の方は発売されていたんですが、今度ようやくね、モンスターアーツの方が。 発売ということでね、このゴジラウルティマはね、なかなかやっぱ攻めたデザインなんですよね、ゴジラの中でも。で、それがこう、稼働フィギュアとして、ようやく手に入ったということで、かなりね、テンションが上がっております。でね、まあ、裏の方に、あの、ゴジラウルティマの解説と、まあ、あと、売りのポイントが、いくつか載っているんですが、まあね、一番のポイントはまあ、全長が440ミ、mm、リということで、かなり長い巨大な尻尾を持ったフィギュアみたいですね。あとは差し替えで、えー、ね、 口の方向状態を再現することができるのとか、まあ、ミニジェットジャガーとか、えー、ジェットジャガーベータの、えー、フィギュアが付属します。えっと、モンスターツ原型の方のあの、コメントとかがあるんですけれど、えー、私にとってゴジラシリーズはもちろんストライクゾーンなのですが、え、アニメですって、未だ放送前、えー、納得です。そういうのは私の得意な分野ですね。今回こんな感じで制作に参加させていただきました。怪獣は本当に大好物でして、そんな私が破壊王を作れるなんて感無量です。 ゴジラ様といえば太陽のモールド。これをひたすらに全身に入れていく工程は社協のごとき心持ちで、まさにゴッドの偶像に触れるかのごとく、さらにジラとアニメのコンセプトである生物テイストを織り交ぜて、いつもと一寸違う。でもやっぱりどこから見ても、ちゃんとゴジラ様になるよう、完成しました。ということで、まあの、放送前に、ま、原型作ってたのかなで、<laughs> ということなんですが、まあ、そう、本当にこのコメントの通りで、えー アニメのゴジラということで、今まで出てきたちょっと実写のゴジラとはね、少し違うデザインになっておるんですが、なっているんですけれどね。でもやっぱりちゃんとゴジラに見えるように作ってますということで、なかなか楽しみなんですがね、ね開けていきたいと思います。こういう形でゴジラ本体とね、オプションパーツが封入されております。ということで、取り出してみました。こちらがゴジラウルティマです。もうめちゃくちゃ長いです。全長44センチということで、 いや、すごいボリュームですよ、これ。しかもね、重いんですよ、持った時。えー、ちょっとね、わかりやすいように他のゴジラと比較してみましょう。いやー、まさか新ゴジラ以上の大きさがありますね。すごい、これは。真正面から見ても、まあ、すごいデザインをしてますね、これは。ものすごいガニ股というか。足もこれぐらい、えー、外に開けますね。こんなポーズ取んないけど。 ここまで開くことができますね。尻尾もちょっとね、えー、モンスターズらしくかなり自由に動かすことができます。ポロリも今のところないかな。ちょっとレンズを変えて顔のアップを見てみました。なんかね、あの、えー、なんかね、目の、目がね、サンプルとちょっと違うみたいな話を聞いたんですが、どこが塗られてないのかな。うん。口を開けると、このような形になります。 通常の顔だとこれぐらい動かしてあげることができますね。で、こちらがちょっとね、背びれの方アップで、えー、撮ってます。やっぱ塗りがちょっと単調かもしんないですね。で、足回りなんですけど、僕のウルティマちょっと個体差なのかな右のパーツがちょっと外れやすいんですけれど、左はね、そうでもないんだけど、右の、あのー、足の、なんて言ってるのかな隙間を隠す部分が、ちょっと外れやすくなっちゃってますね。直せないかな 腕周りこうやって動かしてあげることができるんですけど、肩はそんなに上までいかないかな。腰をちょっとひねってポーズ付けなんかもさせてあげることができるのかな。ちょっと上向きで方向させてあげるようなポーズを取ると、こういう形になりますね。尻尾がすごい。尻尾もまあまだ買ったばっかりなんで、あの、そんなにプラプラしなくて、ポージング結構かっこよく決められますね。 で、こちらがね、えー、ボーナスパーツのジェットジャガー2種類ですね。ちょっとピントが合いにくいんですけど、そのままだとね、あのちょっとね、自立しにくいんで、あの台座を使ってあげるような形になりますね。そして、えー、首のパーツを差し替えてあげることで、ここから取るのかなそして、えー、つけてあげると、もうすごい口を青脇く方向した、 そして、えー、パーツを付け替えることで、まあ口を大きく方向した状態をね、えー、再現させてあげることができます。そして、えー、アップで撮るとね、<laughs> このような形になります。すごいね、これ、本当に。口の中なんか、気持ち悪い。一応開いた状態は、あの、特に開け閉めはできないですね。えー、この状態固定となりますね。まあ、ということでね、えー、モンスターズゴジラウルキバの簡単な、あの、開封動画というか、レビュー動画になっ、 ということで、モンスターアーでゴジラ・ウルティマのレビュー動画っていうかもう簡単な開封動画になってしまったんですが、いやすごいですよ。ボリュームが本当にすごいなと思いました。今までもいろいろな、あの、ゴジラのモンスターアツ集めてるんですけど、ゴジラ系の中では本当に一番こう、ボリュームがあるなと思いました。あ、まあ、ゴジラアースとか持ってないんだけどね。えー、あの、一番ボリュームがあるなと思いましたね。って、<laughs> すごいですもう。 かなりテンションが買ってから高くなっておりますね。まあ、あの、なんかサンプルの写真とちょっと目が,目が違うなみたいな思う部分はちょっと思うところもあるんですけれど、このフィギュアはちょっと大切にして飾ろうかなと思っております。で、そう、こちらシングラーポイントといえば、あの、ジェットジャガーもね、今予約受付中ですのでね、そちらの方もね、えー、楽しみに。<laughs> そちらの方もね、楽しみに。 そう。で、ゴジラシンギュラポイントで言えば、あの、ジェットジャガーもね、今予約受付中ですのでね、えー、そちらの方もね、楽しみにして、立ち向かう準備をしようというところですかね。そう。ゴジラシンギュラポイントといえば、今、ジェットジャガーもね、えー、モンスターズツの方も予約してますので、えー、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。